新世金プリ、新曲における三つの不安要素。新主題歌で、だがじの追い風になるかご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。平野志し神宮寺勇太、岸ゆ太の3名が脱退し、長瀬角と高橋山の2人体制で新たなスタートを切ったキングプリンス。 5月23日にはデビュー5周年を記念した生配信を行い、二人体制では初のシングルとなる、何者を6月にリリースすることや、キングプリンス初のファンミーティングの開催、さらに二人体制での新たな冠番組が始まる予定であることを明かした。13シングルとなる、何者は、高橋が現在出演中のドラマ、 だが、情熱はある、の新主題歌となる新曲、何者、を収録。6月21日に発売される。さらにこのニューシングルのファンクラブ限定版の購入者のみ応募ができるファンミーティング、キングプリンスをと打ち合わせ、が7月2日に東京割明ア,アリーナで開催。さらにこのファンミーティングの前日となる7月11日には、先日終了した冠番組、 キングプリンスル、キンプルの後を引き継ぐ形で新番組、キントレ、カリが日本テレビ経験列で土曜13時30分に放送スタート。平野らの脱退発表から半年あっただけに、新生キングプリンスへのスタートは万全の体制が築かれているようだ。 生配信は YouTube や Instagram での視聴者数がそれぞれ30万声となり、60万人以上が見守るという事態に長瀬と高橋の二人も驚き、大きな反響が寄せられる中、長瀬が今日から二人で続けていくことになりますが、と切り出すと、高橋は皆さんに恩返しをしたかった。あとは本当にこの活動が楽しい、と心境を語った。 だが、必ずしもポジティブな反応ばかりではないという、ジャニーズに詳しいアイドル指揮者が説明する。最後のテレビ出演を20日に設定し少し間を空けたとはいえ5周年を迎える前に平野ら3人が退場しその翌日に2人体制でのニュースを続々と発表という落差に気持ちが追いつかないファンが多いようです。 事務所としては5月23日から2人体制となることは半年前から決まっていたことですし、記念すべき5周年というタイミングで情報解禁をしたかったのでしょうが、キンプルの後継ぎ番組が用意されているのなら事前に発表しておいてもよかったのではといった反応も少なくないですね。 特に新曲が、だが、情熱はある、の主題歌になるという話は少なからず、物議を醸したようだ。このドラマは高橋とシクストーンズ森本慎太郎の W 主演で、これまで主題歌はシクストーンズへの新曲、こっから、で、メンバー脱退の件があるので、キンプリが主題歌に起用されないのもやむなしという空気だった。しかし一部メディアが、公式発表前にキンプリの新曲が、 だが上の新主題歌になると第一報を流してしまった。これにより SNS では一時主題歌変更がトレンド入りする騒ぎに、ドラマも終盤というタイミングで主題歌をキンプリに奪われたと誤解した一部のシクストーンズが怒りを見せる展開になりました。芸能記者。 実際には W 主題歌という形で5月28日放送の第8話よりこれまでエンディングで流れてきたシクストーンズへのこっからはオープニングに移動キングプリンスへの何者が新たにエンディングを飾るというわけだがシクストーンズファンからすればドラマの余韻と共に響くエンディングの座から押し出されたような格好で納得いかない人も少なくない様子 また、レコーディングのスケジュールなどを考えれば、ドラマが始まる前から W 主題歌であることは決まっていたはずですが、キンプリから平野ら3人が脱退するまでは伏せ、二人体制になった途端に情報解禁案主題歌起用という事務所の売り出し方に引っかかりを覚えるようですね。無論、 三人がまだいるタイミングで二人体制になってからの情報を解禁しても、それはそれで反発を買ったでしょうけどね。前でアイドル指揮者。ただ、事務所が新生キングプリンスをここまで手厚くサポートするのには、三つの事情があるという。まず今回の脱退退場騒動で、キンプリのファンの数は大きく減った可能性がある、R。 一番人気の平野が抜けただけでも痛いが、さらに事務所自体、退場者の続出や創業者の問題などで世間的に不信感が高まっており、このタイミングでキンプリどころかジャニーズ自体を応援するのをやめてしまう人も少なくない。 5月22日までにミリオン達成などファンが一致団結して死活に励んでいただけに燃え尽き症候群となって二人体制についてはしばらく様子見という人もいる。何者で今回初めてファンミーティングを開くのはセールス面での不安があるからでしょう。少なくとも以前の金プリと変わらない水準の40ケラ50万枚台という数字を何とかつく で、新生金プリも安泰、と、御用メディアに書かせることが狙いとみられます。前で芸能記者。二つ目は、二人体制そのものについて、金プリで最もボーカル面を支えていた騎士が不在となり歌唱力が心配されるところ、ダンスにおいても、 高橋は平野と並んでズバ抜けていた一方、長瀬は苦手としており、一番や月読みなどで見せた高難度のダンスに挑戦することはないでしょう。今後二人が過去の金プリ曲をどれぐらい人前で披露することになるかはわからないが、パフォーマンス面でも5人体制との比較の声が付きまとうことになります。どう もう一つは、新主題歌となるドラマ、だが、情熱はある、が、大低迷中だということだ。21日放送の第7話で3.9%と微増しましたが世帯視聴率は第3話からずっと3%台で推移し第5話では3.3%にまで落ち込んだ。全話平均も、現時点で3.94%と4%を切ってしまっている。 かといって、見逃し配信の TV アロが見られているというわけでもなく、深夜ドラマ以下の再生数という状態。日テレとしても、金プリの新曲が投入されることで、なんとか4%台にまで回復させたいところ。そもそもこのドラマは初回放送時、直前のオシャレクリップに高橋を出演させ、 グループとしての今後を聞かれると30秒近く高橋が泣いてしまうという場面を放送。大きな反響を呼びましたが、今回も金プリ効果を狙っていることでしょう。ジャニーズにとっても、同枠で作家放送された、新信長後期からクラスメイトは戦国武将からは長瀬主演ドラマでしたが、全話平均4.37%の第3敗となったので、 少しでも、ダガジョの数字を回復させたいはず。とはいえ、ダガジョの低迷の方に新曲セールスの方が足を引っ張られなければいいが、前で芸能記者、最もドラマ初回に合わせたオシャレクリップの高橋会の放送は、高橋がおやつをローラしてしまう事態に辛くてこのままドラマが見られない。 と、ドラマのリア大使長を辞めてしまうファンも続出する結果となった。今回こそはドラマにポジティブな効果を与えることができるだろうか。効果は